葵はなんかコスプレするの？するよ。私はセーラーサターンだよ。ぴったりじゃん。お金そのままでいけるじゃん。なんかでも今更になって恥ずかしくなってきた。でも竹とか超短いもんね、セーラーの。びっくりしました。お尻見えちゃう、ワカメちゃんになっちゃうよ。ワカメちゃんでございますよ。マジワカメちゃんでございます。ちょっと見たい、写真送って。送る送る、みんなでやるし、うんうん、そう、写真送るよ。ちょっとあの下からこう舐めな感じで。いやいや、それパンツやん。ちょっとギリギリを。綾乃さん言うて私のすべて見たことあるでしょ。まあね、すっぽんぽんを。やめてやめて、すっぽんぽんって言うと色気がないから。生まれたての姿を見ました。そうですよ、我々だってもうあの散々一緒に着替えてますけど。そうそうそう、一緒にお風呂も入ってるしね、何回かね。そうでした、そうでした、そうだそうだ、そうだ、そうだ。え、綾乃は、綾乃は、私したことないのよ。嘘。うん、じゃあしよ。別に全然関係ない。いいじゃん、ハロウィンじゃなくたってコスプレしたって。え、そうなの。いいじゃん。いいの、していいの。いいじゃん、せっかくだって。あれでしょ、さくらちゃんやったんでしょ、うん、やった。私ともえちゃんやるよ。え、逆。嘘。ともえちゃんやるからもう一回さくらちゃんやって。もうできないよ。あれ、あのおっぱいを潰したと噂の。おっぱい潰したんすよ。おっぱいを潰さないと幼女感が出ないんですよ。あのブラジャー取ったからね。そう、みんなハロウィンでドキドキないたずらされちゃうね。頑張りましたからね。はい、いつかね、いつかやろ、いつかやろ、いつか。なんでそんな嫌がるの。じゃあ俺が一緒にやってくれんだったらね。全然やりますよ。じゃあ私コスプレ好きだもん。じゃあいつか、いつか二人でやろう。ほら、この流してる感じ。それではね、紳士好きだ。皆さんそろそろ参りましょうか。え、逆。嘘。もう一回、もう一回さくらちゃんやって。もうできないよ。あれ、あのおっぱいを潰したと噂の。おっぱい潰したんすよ。おっぱいを潰さないと幼女感が出ないんですよ。あのブラジャー取ったからね。そう、みんなハロウィンでドキドキ。葵はなんかコスプレするの。するよ。私はセーラーサターンだよ。ぴったりじゃん。お金そのままでいけるじゃん。なんかでも今更になって、うん、恥ずかしくなってきた。でも竹とか超短いもんね、セーラーム。びっくりしました。お尻見えちゃう、ワカメちゃんになっちゃうよ。ワカメちゃんでございますよ。マジ、ワカメちゃんでございます。ちょっと見たい、写真送って。送る送る、みんなでやるし、うんうん、そう、写真送るよ。ちょっとあの下からこう舐めな感じで。いやいや、それパンツやん。ちょっとギリギリを。綾乃さん言うて私のすべて見たことあるでしょ。まあね、すっぽんぽんを。やめてやめて、すっぽんぽんって言うと色気がないから。生まれたての姿を見ました。そうですよ、我々だってもうあの散々一緒に着替えてますけど。そうそうそう、一緒にお風呂も入ってるしね、何回かね。そうでした、そうでした、そうだそうだ、そうだ、そうだ、そうだ。え、綾乃は、綾乃は、私したことないのよ。嘘。うん、じゃあしよ。別に全然関係ない。いいじゃん、ハロウィンじゃなくたってコスプレしたって。え、そうなの。いいじゃん。いいの、していいの。せっかくだってあれでしょ、さくらちゃんやったんでしょ、うん、私ともえちゃんやるよ。